こちらの会場の方にもたくさん新作の水着があるわけなんですが、その水着を着て皆さん今年はどこの海に行きたいでしょう、どこに行きたいですか、ちょっと教えてください。まずは山下さんからお願いします。あ、そうです、私海に行ったのってもう覚えがないぐらい行ったことないので、まあとりあえず今年は海に行けたらいいなと思います。さん、いかがでしょう。はい、私淡路島出身なんですけど、 もちろん今年も淡路島の海でちょっとこの三愛水着を着て可愛く、行けたらいいなと思ってます。宮田さん、いかがですか。はい、この前お仕事でハワイの方に行かせていただいて、これとは違う種類なんですけど、あの海で着させてきたのが、あのとてもなんだろうな、海に入るし着心地がいいので、皆さんにもぜひ来ていただきたいなと思います。はい、私はもうすでにゴールデンウィークにこの間逗子映画祭にプライベートで行ってきて、全然水着の人いなかったんですけど、ちょっとノリで水着で足だけですけど入ってきました。で、あとは私青森県出身なんですけど、青森は寒いっていうイメージあるかもしれないんですけど、夏は結構東京と同じくらい最近は暖かいので、地元の友達とあの里帰りした時の夏休みにみんなで青森の海に入れたらなと思います。はい、ありがとうございます。そして皆さん それぞれのキャンペーンガールとしてお勤めくださっているんですけれど、キャンペーンガールとして活動する中でこう楽しかったこととか、何かこうトピックス思い出があったら教えてください。すごく旭化成の工場だったり、その事業所があるところに行かせていただくことが多くて、地方に行くことがすごく多いんですけど、まあ、そこでイベントに参加したりして、本当にたくさんの人とお話ししてすごく楽しい時間を過ごしてます。この間はお祭りでカツラをかぶってお姫様の役をやらせてもらったりとか、本当にいろんなことをさせてもらっているので、すごく毎回楽しくやらせていただいてます。朝日奈さん、いかがですか。はい、イメージガールをさせていただいてからもう半年ぐらい経つんですけど、やっぱり撮影だとか、水着のショーだったりが一番の思い出に残っていて、その撮影現場では本当に和気あいあいとしていて、スタッフさんとかもすごい仲良く喋ってくださったりとかもするので、毎回その三愛の水着の撮影をさせてもらう時とかはすごく楽しみに、しています。まだ海外でのロケの撮影ができていないので、ちょっと今後楽しみにしていきたいなと思います。宮田さん、いかがですか。はい、東レキャンペーンガールに選んでいただいて、本当東レのスタッフの方とか家族のように温かく接してくださるのがとても嬉しいのと、あとはこの前ハワイでハーフマラソンを完走してきたりと、その自分の可能性をたくさん生み出してくれるのがすごくとてもありがたいですし、頑張ろうと思います。はい、ありがとうございます。はい、まだ私は JSA のキャンペーンガールとしての活動はそんなにしてないんですけど、とにかくスタッフの皆さんがすごく温かくて、あと歴代の子たちとも結構仲がいいので、いろいろご飯一緒に食べに行ったりとかで、そういう中でいろんなお話ができて盛り上がるのがすごい楽しくて、温かい人たちに恵まれてるなとたびたび思います。はい、ありがとうございます。では最後の質問を行かせていただきたいと思いますが、それぞれ皆さん、キャンペーンガールをされていて、まあ、今後の活動ですとかご自身の将来のビジョンがあったらお一人ずつ聞かせてください。山下さん、いかがでしょう。はい、今年は旭化成グループのキャンペーンモデルをさせていただきながら、ポンという日テレの朝の情報番組でお天気お姉さんもしています。今後はモデルとしても女優としてももっと活躍できるように成長していけたらいいなと思っています。はい、ありがとうございます。朝日奈さん、いかがでしょう。はい、私は、2015年三愛水着イメージガールに選んでいただき、ファッション雑誌レインの専属モデルとして活動しています。これからもモデルを中心に活動していきたいと思っているんですが、タレントや、演技など、これから少しずつ幅を広げていってお仕事をしていきたいと思っています。
ありがとうございます。宮沢さん、いかがでしょうか。はい、引き続き東レキャンペーンガールとして東レさんの良さをたくさんの方に知っていただくのもそうですし、私自身ももっと成長していけるようにいろんなことにチャレンジしていきたいと思っているので応援よろしくお願いします。では横道さん、お願いします。はい、私は今まで、広告や CM、映画、舞台などで活動をしてきたんですけど、今回この水着のキャンペーンガールやらせていただいたことを機に、ショーとかあともっとモデルの仕事を頑張っていけたらなと思っています。あとこれの発表、11月のキャンペーンガールの発表の時に少女時代が大好きって話をしたんですけど、いつか少女時代と共演できるように、アジアにもそういう活動を広げていけたらなと思っています。はい、ありがとうございます。